ンクスが上にあります。何も考えて平田商店街の温度もうね、変わってきております。道も綺麗になりました。やっぱりこうやって見てると去年に比べて大変の消防というかね、この、はい、今日はどこからいらっしゃっているんでしょうか。私は京田鍋市内なんですけれども、中学校の京都ファンデムの方が2回の戦いがしておりまして、前回どうですか。楽しめたらいいと思って。楽しめたらいい、ね、旦那さん役立ってますよ。ちゃんと足がそんなになってないですね。え、はい、これ前回とか忘れてくださいよ。全然頑張ってくれます。大丈夫ですか。もう家帰ったらちょっといつもよりちょっとビール1本プラスしゃべってくださいよ。そうですね、普段の方が仲悪いと思うんで、あ、これね、逆に今の方がピザッとなんか深まった感じがしてます。いいじゃないですか、これ素晴らしい。イスワングランプリはね、夫婦の絆も深めるねえ、大事ですよ。素晴らしい。じゃあ最後まで怪我のないように、喧嘩のないように頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まだ40分あるんですよ。森さんさん、はい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 、こっち囚人が手を振ってるんで、ちょっと話聞いてあげてください。囚人が、囚人が手を、どっから脱獄してきたんですかね。あ、いいですね。お父さん増えてきた。お父さん増えてきた。お父さん、ハルキン、ハルキン、まあ、あとちょっと
チームが出てくるかもしれませんね。さあ、あの向こう側大丈夫、あの向こう側大丈夫かな。すごい。トップで帰ってきたチーム国語東京でございます。さあ、
入館仲間と思います、うん、ね、長野高校の時でも入館仲間という形ですね。そうなんです、はい、コスプレもね、そんなにね、なんか絶対チアガールみたいなのいますけどね、全然ふざけてないですね。チアガール真剣ですからね、耳からウサギつけてね。まだ大体の最新のユニークありますから、まだ大丈夫、大きな顔できますからね。まあ、若さで言えばこのチームの中でもね、全チームの中でも一番若い方でございます。そうね、一番若いんで、ね、体力で若いパワーに期待したいですね。で、このちょっとなんか違う制服の金沢さんがね、この一カウント諦めない精神で、はい、頑張りますね。早くはもう何もないから気を持ってもらっても結構でございますから、はい、行ってみて吐く方が全然大丈夫です。はい、心は燃えてるボーイスカウト、今日の連盟のチームでございます。なんていうチーム？ハニーピーツ。ハニーピーツ。さあ、もうこのピットはね、戦争みたいな、本当にね、違ったら危ない状態ですよ。またまたごった返しますね、そこら辺は。これ、せやけど、僕ね、初めてこっちが来たんですよ。どんな雰囲気ですか？くじ引いてね、買ってくれたのが嬉しかった。パパ、株上がってますよ、パパ、娘からのパパ、株が置いてますんで、はい、そういうのは全部ダンボールに入れて、うん、分別してちゃんとほかすというね、もうね、その本箱に入れた方がいいおっさんとかも結構いますから、ね、そんな人も拾ってこうパー入れたったやねん、もうほんま。すごいな、でも森崎さん、はいはい、あのね、こちらの方でね、はい、キララの絵っていうね、はい、あの雑貨、ね、雑貨なんかいろいろ創作されたものを売っておられるお店、はい、隠れながらこう恥ずかしそうにね、そうですね、全くちょっとここから見えないのでね、元広島の小馬監督みたいな出方をされてるんですけれどもどうですか。あ、テーマを写真で撮って、あ、心の中で燃やして発想を生きしてらっしゃいますからね、大丈夫ですか、ね、やっぱりね、そのコスチューム衣装もやっぱり動きやすいというのは、なんと同一1位が3チーム、お、ゼッケン番号1番チーム国与東京、早かった、25周9位ゼッケン番号52番安田軍団、25周9位ゼッケン番号58番もう大学生、24周14位気に来られているお客さんにもちょっとご用意、はいはい、もう目の前にいるの、目の前にいるの、目の前にいるのめっちゃ探してた周り、ちょっとね、レース中でございますけれども、はい、お疲れ様でしたから、ね、あのキャスターが来られたりすることもあったんですけど、今年はあんまりそんなことなく、ちょっとトラブルがね、あると面白いかなという感じがするんですけれども、またちょっと見方も変わってきますよ。あと、楽しみにしてるのは、志望さんの実況 MC。この3月28日の、はいはい、はあ、おめでとう、キララちゃん、ね、キララちゃん
今日がお誕生日でございます。あ、だからみんなね、さっきキララちゃんにおめでとうって言ってたんだ。まもなく、そういう出るうちに1時間残すところ1時間ということになってまいりました。今日さっきから、はい